西15丁目停留場は、北海道札幌市中央区にある、札幌市交通局の停留場である。停留場番号は SC04。両線は直通運転を行う。内回り電車は南一条通りを精神し、西14丁目と西15丁目の交差点から大きく南にカーブする。この直後に等停留場が設けられている。二面二線の対抗式。 ほぼ真正面に内回りと外回りの安全地帯が向き合っている。安全地帯にはロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。2018年12月に停留場が改修され、安全地帯の幅も拡幅された。かつては現在の位置より北の南一条通にあった。山花再線は現在の路線とは異なり、やや東で一条線から南に向かって分岐し、 原ルートの東にある二条小学校脇の細い通りを単線で南下してから原ルートに合流していた。停留場が原位置に移設されたのは山花再線のルートが変更された1950年である。停留場周辺は医療機関集積地域となっており、規模の大きな病院が多く、これらを利用する乗降客が多い。北海道駅乗降客数。 2021年3月11日閲覧。札幌市第43火災予防組合編。札幌市第43火災予防組合遠隔誌。1941年より、ハット AB。札幌市電。西15丁目停留場。改修のため一時移設。リアルエコノミー。オリジナルの2019年6月9日。時点によるアーカイブ。 2019年11月23日閲覧。札幌文庫22支伝物語。北海道新聞社。停留場ランバリング表示について、札幌市交通局、オリジナルの2015年4月11日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 2 1 1 1 5 0 0 5 7 h t t p w w w c i t y s a p p o r o j p s h o t o t o n s h i t e n n u m b e r i n g h t m l 2 0 1 5年4月11日日閲覧 ?ab、札幌市電 6月から12月まで、西15丁目停留場を改修へ、仮設停留場設置。レールラボ。オリジナルの2019年11月23日時点によるアーカイブ。2019年11月23日閲覧。ウィステリア南一条など本堂から7軒が、照明不及省に選出。北海道建設新聞。 オリジナルの2019年11月23日時点によるアーカイブ2019年11月23日閲覧一般路線バス札幌市内 JR 北海道バス2019年6月1日閲覧南二条西15丁目停留所地図北斗交通2018年4月4日閲覧ありがとうございます